こんにちはもん。さっき鶏運輸さんから待ちに待った荷物が届いたもん。なんだかわかるかな。実は僕鳥サルモン初のグッズ化計画をして、その物が届いたってわけもグッズは受注生産もんけど、思った以上に反応があってとっても嬉しかったもん。そのグッズ化したものというのはアクリルキーホルダーもん。早速その荷物を開けたいと思うもん。ここ僕のね、この前には段ボールがありまして、これをちょっとね開けていきたいと思うもん。こう立派なね、ちょっとテープでこう閉まってるもんから、まずそのテープを開けて、今ナイフでチョキチョキ切ってるもん。結構よいしょ、頑丈にくっついてるもんね。そしてこれできたかな。あ、まだだ。もうちょっとここをピッと、怪我のないようにね。お、なかなか、お、これで大丈夫かな。あ、またここがちょっとあった。もうちょっと待ってもよいしょ。よし、じゃあテープが切り終えました。じゃあオープンもん。でん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 。まだ紙が上に乗っかってて、まだ中身がわかんないもん。その紙も取ってオープン。わー、見えたもん。なんだか青いプチプチに入って、僕のアクリルキーホルダーの中身がちょっと見えたもん。プチプチを取ると、おー、すごい綺麗に並んで包まれてるもん。このアクリルキーホルダーもんけど、この絵柄をねどうするかっていうところから始まって、業者さんを選んだり、僕のイラストの投稿をしたり、あとはちょっとしたお直しをしたり、いろんなねやり取りをして、ちょっと時間はかかったもんけど、無事にこうやって手元にキーホルダーが届けました。そしてここが一つのポイント。当初は片面イラストっていうことでアクリルキーホルダー注文しようかなって思ってたもんけど、感謝を込めて両面イラストに変更しましたもん。もん。ここに今ね、僕手元に、ちょっと音聞こえるかな、袋に入った僕のアクリルキーホルダーがあるもん。ちなみにこのアクリルキーホルダーの表面はこんな感じもん。そして裏側はこんな感じもん。いやー、これねとってもよくできてるもん。あ、綺麗。ちゃんとこの、僕はね、この鍼灸整骨治療の精霊門から針を持ちつつ、そして後ろ姿も立派な可愛い姿になってると思うもん。いや、ほんとね、これほんとよくできてる。いや、これねいい出来なんじゃないかなって思うもん。おー、形も綺麗にこう切り取られてて、あ、これね手元に来た人しかわからないこの感動、可愛い感じ。いやー、これね頼んでない人は惜しかったなって思うもん。ということでですね、これから心を込めて僕のアクリルキーホルダーを頼んでくれたお友達のもとへ一つずつお送りしたいと思うもん。あともう少し届くまで待ってても。ということで、じゃあみんな、バイバイもーん。